承認欲求をなくすポーポーとは、今すぐ承認欲求から解放される神業を伝授。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 はっ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 は、笑うて笑うて腹から笑うて、まんまの今笑い飛ばしちゃってエブリバディっつってね、これ何ですかっつって、これ何ですかっつってね、チャラいのに悟りを広げ、心理ドゥンズバど真ん中、顎は曲がっちょるけども、愛はまっすぐお前のハートに無事お届けできるかな、できるよっつってね、なんだこのくだりは、チャラ悟りますな、ヨッピータカピ、ヨピカータカピロ、三条だかんねだかんね、めっちゅう感じで、今日も愛するお前さんとのラッキー&ハッピー&エクスタシーいっちゃうタイム、どこまでもバンバン過ごしていこうかなっていう感じなんだけども、今日のテーマは承認欲求をなくすポーポーだかんねっつってね、他では聞けない承認欲求から今すぐ解放されちゃう神業を伝授する、その名の通りのチューパーチューパー神回だから、最後まで要チェキラッチョ目ちゅう感じなんだけども、で今日の動画を見るとマジけーっつってね、そこかーみたいなね、そこに来たかーみたいなね、やっぱりヨッピーかみたいなね、そんな気持ちに差し上げて死んでるんで、本当に楽しんでちょっちゅう感じなんだけども、で最初にね、やっぱり結論ね、あ、お前さんやっぱり結論好きだと思うから投げポーって言っちゃうんだけども、あのね、承認欲求をなくそうとしているね、承認欲求から解放されようとしているお前さんは誰ですかっていうところね、その誰ですかっていう問いに答えられるやつはもう目覚めっちゅうしてるわけね。でほら、結論から言うって言った割にはぐだぐだ言っちゃったからポン投げ放るんだけども、その正体っていうのは思考だよー、これこれ頭の中の思考だよ、ぐる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 、わおわおわお、ダブルピースーつって、本当にそういう感じ、テンションだけでまたごまかしてるけども、あのね、そもそも承認欲求をなくそうとしてるのはどうしてっつってね、承認欲求ってあれでしょ、人から認められたい言えてた、人から認められたい欲求みたいなさね、愛されたい、認められたい、特別だと思われたいみたいなね、褒められたいとかさ、いろんな意味合いで使うけども、それが何か問題でもっていうことなんだよね。あのさ、それを問題にして承認欲求が強すぎてね、人から褒められたい、愛されたい欲求が強すぎて、それがあるから私は今不幸なんだね、この承認欲求がなくなればとか、この承認欲求が満たされたら私は幸せになれるのだっつって言ってるのは誰、エブリバディセ、思考だよっつって、頭の中のぐる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 思考だよ、ダブルピースダブルピースつってね、さっきと変わらないダブルピースつってね、トリプルピースつってトリプルピースって何つってそういうことだから、土台が間違ってるんだよね、土台がドゥンマイなんだよね、あのね、ドゥンマイドゥンマイ、本当の意味のドンマイね、ドントマイド、気にするなってことね、ドンウォーリーねってこと、違う言い方するんだったら、あの承認欲求が何か問題でもっていうところに気づいたやつは目覚めてるの。なぜならば、承認欲求っていう解釈も、人生の中で何かあってね、私ってなんでこんな苦しいんだろう、辛いんだろう、今、不幸なんだろう、みたいなね。まあ、その、苦しいんだろう、辛いんだろう、不幸なんだろうっていう解釈つけてるのも、思考なんだけど、で、さらに思考がそこにこう分析を持ってきて、承認欲求っていうのがあって、それがね、どうやら、この不幸の原因なんじゃないかっていうさ、そういうさ、教え、知識としてインプットしちゃってるわけ。ね。承認欲求ってあれでしょ?あの、マズローの欲求段階説でしょ ?4 番目じゃないの?ね。安心安全、社会的欲求、愛情の欲求、承認欲求、そして自己実現欲求みたいなね。さらに言うんだったらその上に貢献欲みたいなのがありますよって唱えたのはマズローだよね。なんとかマズロー。ね。アブラハム、エブラハム。なんだっけ、忘れちゃった。ね。忘れちゃったけど。マズローね。ヨッピーも昔からすごい勉強したからね。よく知ってんだけどね。つって。ね。あの、心理学の教えが、なんぼのもんじゃないって
ことなの。ね。スピリチュアルの教えがなんぼのもんじゃいってことなのよね。ヨッピーはもう最近本当にね、毒素がどんどん抜けてってて、イカレポンチ本当にまっしぐらなんだけども、今日、昨日、まあ、あと明日ぐらいのことを、まあ、考えて、生きていればいいかなぐらいのね、その日暮らしっていうのとまた違うんだけども、まんまの今が、ハッピーやないかっていうところにくつろぎまくっちゃってるから、それ以上のことが何か必要なんでしょうかっていう、まあ、そんな気持ち、ね。で、もちろん大変なね、時期が来たんだったら、その時さ、まんまの今もう夢中じゃん。ね。大変な時ってさ、結構真剣で夢中じゃん。だから、まあ、知らない間にやっぱり乗り越えてるんだよね。まあ、自分が乗り越えてるんじゃなくて、まんまが、まんま、そのまんま起きて、自然と変化してってるだけなんだけども、ね。なんだろうな、承認欲求で悩むとか悩まないとか、どっちでもええよ、ね。悩みたいんだったら好きなだけ悩めばいいし、まあ、悩まないんだったら悩まないに越したことねえし、みたいなね。ただ、なくすってことはできないよね。人に褒められたいとかさ、ね。ヨッピーだってそんな欲求もちろんあるし、人から愛されたい。もちろん、そういう欲求あるしさ。だから何みたいなね。だからニャニニャニみたいなね。それを、必要以上になんかインプットしていくと、余計こう頭が頭をさ、こうぐる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 させちゃって、私が大変なのは不幸なのは承認欲求が原因だからなのであるあるあるみたいなね、ふむふむふむみたいなね、でも承認欲求っていうのはやっぱり手放さないとまずいんでしょみたいな、いろんな心理学を学びましたよみたいなね、そしてアドラー心理学も学んだらやっぱりそう言ってるよみたいなね、アドラーが本当に答えを持ってるんでしょうかって話。ね。いろんな、その自己啓発で教えてる人が本当にお前の幸せの答え持ってると思うね。このチャンネルのタイトルもう一回思い出してほしいのは、Oh my God! お前が神だぜっていうチャンネル。だから、お前っていう神が承認欲求が大事ってね、認定したのであれば、やっぱり承認欲求が大事ってことになるわ。それが満たされてないと、あるいはなくならないと幸せにならないっていう世界が、お前という神によって作り出されるよね。で、お前という神っていうのは、俺が今言ってるのは思考の解釈の話だよ。ね。思考は現実化するって、まあ、うまいこと言ったもんであって、思考してるものが現実化するんじゃなくて、もう解釈が、だってこれってこういうもんでしょって思い込んでたら、その人にとっては、見てる世界はそういう世界に映り込むわな、つって。ね。だから、そんなことはそのまんまそのまんまそのまんまレディビー放っておいてね、承認欲求うんぬんとかね、こうしなきゃああしなきゃみたいなね、なんか認められないのが辛いとかさ、孤独だから寂しいとかさ、どっちも一緒よ、ね。それをそのまんまにして掴まないの。だから掴んじゃうっていうのが、掴んじゃう状態が、これをどうにかしなくちゃいけないってやってるのが、まさに執着してる。そういう状態ね。そこから気づいたら、そっと手を離して、まんまをまんま見て、感じて、ああ、行っちゃう。そういうこと、言っちゃうっていうのは、下ネタと思いきや、いつも言ってるけども、言っちゃう、成仏するってこと。ね。お前さんの執着が、言っちゃう、成仏するよってこと。ね。ただ、しつこいのよ、執着は。ね。何せ、僕らはね、ちっちゃい時から、その、教育、ね、いろんなことを教わって、こうしなきゃ、ああしなきゃ。で、根深いのは、今のままじゃダメなんだっていうその教え、握りしめちゃってんだよね。だから、もっと成長しなくちゃとかね、もっと大きな夢、目標、目的を持って、突き進んでいかなければみたいなね、何かにチャレンジしなければ、手を離して、そのまま行き出すと、自然とお前がチャレンジすることにチャレンジするようになるから、ね、深いこと言っちゃったね、つって当たり前のこと言ってるだけなんだけど、なんかヨッピー、今日、よりなんか目覚めちゃった感じ、ライオンズゲートだからかな、つってね。ライオンズゲートだからって解釈をつけたら、その人の世界にとっては、ライオンズゲートの影響によって、何かね、すごい祝福を受けて、エネルギーが循環して、うわ、目覚めたみたいなことになるんだけども、なんだろうね、なんかの巡りなんじゃねみたいなね、わかんねえけどみたいな、本当にわかんないにくつろいちゃうと、いろいろ言われてることね、世間でね、へえ、そうなんだ、そういう解釈もあるんだみたいな、面白いねぐらいのね、あとは行き過ぎちゃってんじゃねえのとかね、あと今ここにないことを何をゴニョゴニョ言ってんのかしらみたいなね、本当に面白いね。だから今日も動画まとめるけど、承認欲求から結構いろいろとね、大きなテーマに派生しましたけども、
お前さんが愛されたいとか認められたいとかね、愛してもらうために一生懸命特別な誰かにならなくちゃとかね、言ってるのは全部思考でしょ。で、何かから学んできたことを思考がぐるぐるして主観でるんだよね。だから主観でる思考に気づいたら、エブリバディセ、そっと手を離して、鼻の呼吸と両手のひらを中心とした体の感覚に意識を向けてって、これはヨッピーがマンマミヤ瞑想会のライブね、でガイドしてる通りだから。だからね、ヨッピーの手がせっかく来てくれたんだったらね、ヨッピーが言ってることをおべんちゃらを掴むんじゃなくてね、これも教えじゃないんで、お前さん逆にさ、教えをもうインプットするんじゃなくて、このヨッピーが言ってることも含めてね、手を離して捨てていくことがすごい大事なのよ。たくさんインプットしてきちゃったわけだから、それを全部脱ぎ捨てて、だからヨッピーはフルティンフルオチョンチョンになっちゃってっつってね、シリガルゴットになってっつってね、昔言ってたね、懐かしいね、シリガルゴットね、執着バットじゃなくてシリガルゴットとしてね、ポン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 でね、もう乗り換えてっちゃって、どんどんね、乗り換え乗り換え乗り換えっつって、今ほら、あの携帯のキャリアも簡単に乗り換えられる時代になったでしょっつってね、それと一緒だからっつって無理やり一緒にしちゃったよっつって、そんな感じで承認欲求、何か問題でもっちゅう感じで、お前さん今日もすんげえエクスタシーしちゃったんじゃないの、死にドゥーパーすぎて行っちゃったんじゃないのっちゅう感じでご紹介いっちゃおうか。 Oh my god、 お前が神だぜ、お前の現実、お前の世界、お前の家を作ってるのはお前という神だかんねっちゅう感じで、チャンネル登録、ゴッドボタン、よろしくな。ベイビー、どこまでもまんまままんまままんま行っちゃおうぜ。バーイ、行っちゃおう。やばいね、本当にね。